大人数でいることが少し苦手だった。なぜだか気遅れしてしまうことが多かった。それでもウェイクアップガールズの活動をするようになって、そんな自分が変わっていくのを感じた。声優としてもっともっと頑張りたい。いろんな役に挑戦していきたい。今までこんなに夢中になって一生懸命取り組めたことなんてない。半泣きで練習したダンスや大好きな歌、そして何よりキャラクターを演じることによって、心の中で大きな成長があったんだと思う。メンバーが困った時には手を差し伸べて、みんなで話し合う。ウェイクアップガールズはみんなが足りないところを補って、バランスが取れるようになっていった。どこまでやれるのかまだわからない。いろんな悩みや葛藤、矛盾を抱えながらも、奥の茅は前進し続ける。